東西大学対抗戦、東京ボールは2014年に設立された大学アメリカンフットボールの東西親善試合である。これまで東西の競合校同士の対戦は、春季に行われる新チームでの調整、練習試合を目的とした交流戦や定期戦だけであり、秋季の場合はそれぞれの地域におけるリーグ戦だけが行われ、東西の競合校が直接対決をするのは、 全日本大学選手権大会決勝を兼ねた甲子園ボールのみであった。そこで甲子園ボールとは別に周期シーズンでも東西の強豪校が対戦する舞台を提供することを念頭に置き、2014年から甲子園ボールの前週に甲子園ボール出場行為以外の春のチーム同士による東西対抗の招待新善試合を企画し、 学生アメフトの話題性をより一層高めることを目指している。なおこの大会は後日、スカイエースポーツにて録画中継される。大会名、東京ボールは大会主催者が登録商標を申請しており、2020年東京オリンピックパラリンピックの開催機運を盛り上げ、また東京が国際都市としてさらに飛躍するイメージをアメフトに重ね合わせたいとして命名された。 トーナメント勝ち上がりの公式戦の大会を除いた、招待制、ボールゲームとしては、中期レギュラーシーズン中唯一のものである。東京の名を冠しているが、アミノバイタルフィールドで行われた第1回大会のみ、東京都で開催され、第2回大会以降は、神奈川県で開催されている。アメフトは、現在正式種目に指定されておらず、 公開競技としても開催されていない2015年大会概要より、ありがとうございます。